28日午後6時過ぎ、津市一神殿高津べたの伊勢鉄道の線路上で、四日市発追記の普通列車の運転士から人と接触したと消防に通報がありました。跳ねられたのは成人とみられる男性で、その場で死亡が確認されました。列車には乗客・乗員合わせて25人が乗っていましたが、いずれも怪我はありませんでした。この事故で、 伊勢鉄道の東新田駅から津駅の間でおよそ2時間半にわたり運転を見合わせました警察は男性の身元の確認を進めるとともに当時の状況を調べています